ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。はい、今回はドラゴンクエスト8 3DS 版の続きをプレイしていきたいと思います。トルデエンジョね、1回続きからいきましょう。これね、ゼシカちゃんのサービスカットから始めたんですけど、するとね、キャラが変わるっていうのを初めて知りましたね。ね、一応今守備力が今一番強いのがヒットポイント高いのね、ヤンガスでヤンスなので、ヤンガス先頭に行きたいと思います。もうちょっとね、ゼシカちゃんとかククールも強くなったら本当に抜擢したいと思いますけどね。あ、こっちじゃないのか、こっちか。さあ上に行きましょう。まだ行ってないところ。どこに行くんだ。とこっちか。あの階段かな。ここは来たことあるね。デヤンス。こっちかな。ここじゃない ?3 階は行ってないよな、まだ。おお、捕まる捕まる、やばいやばいやばい、よし、おお、くるくる、おお、ヤンガス盗賊の花、13個もあるのか。ちょっと探しに行きましょう、お宝を。さあ行くぞ。イバラドラゴン強かったよね前回。ちょっと長期戦にねなりそうだから、ククールマジックポイント回復しながらね行きましょう。いいねー、セクシー。ん、薬草を手に、じゃないね、こっちか。ヤンガス可愛らしいね。ここ初めてじゃない、特に変わった本はない。大吉。なんだそれ。以前はよく姫がピアノを弾いて聴かせてくれたものだが、馬の姿ではそれも無理な相談じゃ。せめて国一番と言われた美しい歌声だけでも聞ければよいのだが、今はそれも馬のいななき、なんと不憫な。見てや、父は必ずお前を元の姿に戻してやるからな。ミーティアちゃんの部屋か、ここ。なるほど、こっちにも部屋がありますね。あ、ミーティアちゃんの寝室かな、これは。やっぱり王女だけあって贅沢なガーターベルト。なんか服、他にはなさそうですね。ガーターベルトって持ってたよね。守備力あんまりないのか。セクシーなだけでね。おお、守備力あるやん。装備しよう。ん？あ、金のロザリオの代わりに。ほお。
か変わった？え？特に変わったとこが分かんないけどね。どうしようか。階段登っていくのか、それとも向こう側行ってみるか。いろいろ調べよう。ここは王様の部屋かな。錬金術師術、満月草を3つ放り込んで月の基本レシピみたいだね。小さなメダルゲット。王様のベッドかな。なんとなく王女のベッドの方が大きかったね。向こう側も見てみましょう。ベイホマスライム邪魔するんじゃねえ。セーフシービーム。めっちゃ攻撃力あるやん。タブヤンより攻撃力ある。セクシービーム。おお、これはすごい。魔法だね、ここは。めっちゃいるやん、メタルハンター。いたたたた。ライデイン気持ちいい。おお、やり返された。出たセクシービーム。セクシービームで混乱してる。マジックポイント減るな。しかし地図があるから分かりやすいね。特にないか。今ドラクエ3もやってるからね、混乱するよね。まだ11個。レミラーマはないもんね。ドラクエ8は怪しいところを見つけたい。外に出てきましたね。4階に上る階段があったからね。あららら。よーし。あ、なんかまるで最初から植物であったかのように静かに佇む離れですね、ここ。離れの最上階か、ここは。なるほど。あ、ということはこれ、図書館に向かってるのかな？あ、そうでもないね。ここは、あ、そう。はい。
階。え、これ来たことないところか。なんだかわからなくなってきた。アイデン気持ちいい。いいね。お、ククールが上がりました。バギマ覚えた。スキルポイント、ここはどっちにしよう。弓装備時攻撃力プラス10か、皮肉な笑い、なんだそれ。よくわからんのよね。こっちにしよう。弓、ここまで行きましょうか。攻撃力プラス10、アローソルジャー。あー、なんかややこしい。あ、こんな風になってるんだ。岩塩、そっかそっか。 この下は来たこと、あ、下来たことあるけどって感じだね。隅々まで調べましょう。ラリフォーか。ミシカちゃん、ラリフォーよりセクシービームしてほしいな。おっと、やばい。クプールレベル上がったからやっぱすげえ。これでまた10等分戦えるな。うん、捕まった。このパーティー多いね。基本パーティー、ヒップアタック。多彩ですね、ゼシカちゃん。見てて飽きないよ。今日は何がある？あ、大臣なんだこいつ。しかし呪いがかけられたのは夜中だったのに、なぜお主は越見の間の、それも玉座の上におるのじゃ。王様の鍵。大臣、お茶目ですね。見られたらいけないところで呪われてしまった。許してあげよう。相当ストレスがあったんでしょうね、トロデ王に対してのね。これな、正面から出れば鍵開けられるのかな。ね、そんな感じだね。ここで一回、あ、扉を開けておくと、みたいな。あ、でもこっちから図書館に行けるんじゃない？あら、捕まった。ライデン気持ちいい。今のところナンバーワンの呪文、ライデインですね。その次、セクシービームですね。ベゴマスライムってやることなくなると様子見えるんですね。無駄なベゴマはかけない。攻撃力10上がったはずなのにな。まあまあですね。ベコマスライム眠らす。しびれてる。ベコマスライムかわいそう。眠らされて、眠らされて、何
なんちゅうプレイをさせられるんだ。この右の部屋も調べましょうか。なんかあるかな。樽が大量に。おお、ヤンガスの樽の投げ方かっこええ。片手で怪力ですねこれ。ただメダル、あ、はぐれメダル、今日一、今日最初のはぐれメダル発見。お、来た、ギラ来た。おお、今までで一番可能性あるね。さあ行け。あー、逃げたか。惜しいなぁ。なったら倒せるんだろうか。惜しかったね、今。ドラクエイト目に見えるからいいね。はぐれメタルが。あ、またいた。背中取れる。あー、捕まえた。めっちゃいるやん、はぐれメタル。お、戦ってきた。チャンス。ダメだな、2だ。おお、初めて2回戦ってる。大チャンス。必殺の一撃いけ。ダメか。惜しい。やっぱり攻撃力とか特技がいるんですね。なかなかですね。ここからいけるんじゃない、目的のとこ。おお、来た。図書館来た。なぜか写真撮ってしまった。いや、写真いらんよ。ちょっと覚えたてのね、ゼシカちゃんを前にして、こんな感じで目の保養ですよ。あまりに分厚い本なので腕がプルプル震える。多いなぁ、これ調べるの大変だな。妖精の飛躍、世界中の雫に魔法の聖水をたとエルフの飲み薬になる。うん、ここは調べたかな。うわ、めんどくさ、これ多すぎるでしょ。ここ調べたでしょ。爆発物取り扱い、爆弾岩のかけらの魔力を永遠のものにする。レシピか、これ。魔導士の杖、爆弾岩のかけら2つ。この辺は調べましたと。変わった本はない。ここは？兵士の日記。鉄の盾にシルバーホワイト。ホワイトシールド。これ出口ありますけど、ちょっと奥に行きましょう。あ、来た。うん、ここも随分荒らされておるの。まったく嘆かわしいことよ。さて、まずは例の船について書かれている本を探すのじゃ。そしてあれを動かすための手がかりを見つけ出すのじゃぞ。王様の場所知らないの。それ知らないか。安らぎの時間、安らぎの捨ててこパンツ。
間違った。もうそれ読んだよ。これじゃない、この大きい本とか。違うのか。あ、これ怪しいな。ここ。え、入れるんじゃないの、ここ。めっちゃ怪しいやん、あの、あそこ。違うのか。こことか怪しいね。あった、荒野に忘れられた本という本。おお、見つけたようじゃな。ではじっくり読んでみるとしよう。ゼシカたちは見つけた本を読みふけった。結局わかったのは、あの船がある荒野のあたりが大昔は海であったということくらいか。これではどうしようもないな。今現在もあそこが海だったなら何の苦労もなかったのじゃが。ヤンガス鼻ほじってる。なんじゃあれは。扉来た。その前に調べ物を終わらせよう。トロデーンの歩き方という本。おお、4回まだ行ってないね。4階にミーティア姫がいるっていうことか。鉄の斧よりも切れやすいようになる。金の斧は売れるんだろうか。一応全部調べないとね。レシピ、レシピはあるけど素材がね。錬金おしゃれ術、ブロンズキャップ、世界の帰還、聖地ゴルドの巨大な女神像、法王様の住まわれる空の上の館。へえ。さあ行ってみよう。月角の窓を開きますか。はい。なん。不思議なか。世界ですね。なんだ？わ、なんかこれ見覚えがあるぞ。それは私が昔プレイしたからだろうか。プレイステーション版を。おや、月の世界へようこそ、お客人。一瞬間売りだ。月影の窓が人の子に叶えられる願いは生涯で一度きり。再び窓が開くとは珍しい。さて、いかなる願いが君たちをここへ導いたのか。さあ、話してごらん。あの船なら知っている。かつては月の光の導くもと、大海原を自在に旅した。覚えているよ。再び海の海なへとあの船を抱かせたいというのだね。それならたやすいことだ。君たちも知っての通り、あの地はかつては
海だった。その太古の記憶を呼び覚ませばいい。君たちにアスカンタで見せたのと同じように、大地に眠る海の記憶を形にするのだ。そう、こんな風に。うん、いい音色だ。うん、やはりこの建事では無理だったか。あらららら、これほど大きな仕事にはそれにふさわしい大いなる楽器が必要なようだ。そうなんですか。さて、どうしたものか。やれること手伝いますよ。いや、待て。君たちを取り巻くその気配、かすかだが確かに感じる。そうか、月影のハープが昼の世界に残っていたとは。あれならば大役も立派に務めるだろう。よく聞くがいい。大いなる楽器は地上のいずこかにある。君たちが歩いてきた道、そのどこかに深く縁を結びし者がハープを探す導き手となるだろう。ん？どういうこと？人の子よ、船を動かしたいと望むのなら月影のハープを見つけ出すといい。そうすればすぐにでも荒れ野の船を大海原へと私が運んであげよう。深く縁を結ぶものって誰のことだろうな。わからんぞ。わからんわからん。小さなメダル落ちてないかな。みんなに聞いてみよう。地上のどこかってね、広すぎるよね。面倒見てやったやつ、まあ見てもらったやつとかね。修道院に戻るかい？金持ちか王様。片っ端から探すの？途方もないね。で、ここに戻ってくればいいってことか。参ったな。トロデオ持ってないかな。戻りま。トロデオどこ行った？一体どこなんでしょうね。ここから出られるのかな、外に。あ、出られそうにない。なるほど。じゃあトロデーンじゃないところなのかな。この城にはないっていうことだよね。おっとっとっと、やばいやばいやばい。ここから出たら、あ、出れないの。マジか。あ、ここも出れない。じゃあ一旦外に出ましょう。うわ、マジか。
マジで自分で探せって言ってるかいこれ。なるほど。結構手当たり次第なのかな。王様に話しかけてみよう。うん。なんか違うな。月影のハーブね。打ったらダメだろ。関わった場所、うん、そうだよ。トラペッタの方の大量が知らねえからよく頼むな。そうだね。とりあえず今日はトラ今日疲れたよな。久しぶりだなトラペッタ。素朴だ。もう夜も遅いしね。泊まりましょう。そのハーブ探しはね、一晩寝てからですよ。ありがとう。おっと、ちょっと写真撮らせてくれ。後ろにあのスライムがいますよ。ゴールデンスライム。はい、今回はここまでにしたいと思います。次回月影のハーブ、これをね今まで探し当てるということで頑張りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。